はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。皆さんほんまに体調大丈夫ですか？いかがでしょうかね。季節の変わり目やからでしょうかね、まあ、コメント欄にも僕の体をこう心配してくれる優しいコメントが皆さんからいただくようになりました。ありがとうございます。しかし皆さん自身や周りのね、皆さんの周りでも体調不良を訴える方やね、訴えたくてもこう我慢している方が多いと思うんですよ。無理したらあかんですよ、ほんまに。まあ、予防策としましてはですね、サムネにも書いてあるようにですね、手洗いとマスクですよ、やっぱりね。まあ、感染症に詳しい群馬のパース大学のね、木村教授がね、こんなことをおっしゃってました。咳などが続くようなら早めに医療機関にかかってほしい。手洗いやマスクの着用なども徹底してほしいと話してます。大学の教授がね、先生がね、言うぐらいやからですよ。手洗いとマスクはめっちゃ重要なんでしょうね。それもそのはずです。今世間ではですね、 RS ウイルス感染症とね、百日咳などのね、患者がね、増加しているようですよ。こう、主に子供さんらが感染して激しい咳が続く RS ウイルスとか、百日咳といった、まあ、呼吸器系のね、その感染症の患者さんが多い状態が続いてます。まあ、特に赤ちゃんがかかるとですね、重症化する恐れがありますので、まあ、専門家はね、早めに医療機関に受診するようにと呼びかけてます。RS ウイルスはね、まあ、ね、まあ、先ほど言いましたけど、主に子供さんが感染して、熱が出て、咳が出てなどね、風邪に似た症状が出る病気でしてね、まあ、肺炎を引き起こす恐れがあるので、まあ、一方ね、百日咳は、これも主に子供さんがかかるんですけども、まあ、国立感染症研究所によりますとですね、まあ、今年に入って生後6ヶ月未満の赤ちゃん、まあ、少なくとも100人が百日咳で入院したということです。赤ちゃんが百日咳で入院ってね、めっちゃかわいそうですやん。小児病棟やからね、付き添う保護者も入院ですしね、それは大変ですよね。まあ、そんな大変なことを手洗いとマスクですよ、防げるならぜひやりましょう、皆さんもね。僕みたいにこう24時間耐久マスクでもういいぐらいですよ、本当に。あ、まあほんまにね、耐久ですからね。でもご飯の時は外してますけどね。でもこれから気温が下がってきて涼しくなってくるとですね、メガネマスク人間としては辛いんです。メガネが曇るんですわ。非常に。今もちょっとね、曇ってるんですけど、まあ、ね、曇らないメガネを誰か開発してほしいですね。ガラコでも塗りましょうかね。あれは水はけよくするだけで曇り止めにはならんですね。何の話やねんって感じですけども、まあまあそんな感じですね。皆さんも手洗いとマスクをおすすめします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。